やーとかイエーイとか言わんか。さあみんな元気であるか。はい。時に五十郎すねわしが彼女たちに託した思い見事に叶えてくれた。秀吉家康の世にあったわしの思いはただ一つ、奥州と仙台の未来永劫の発展。そのために今一度力を貸してくれるか。はあ、こたびの出陣、日の本にわしの名を知らしめる大事な役者じゃ。皆心して語れ。夢夢夢夢夢夢こたびの戦の先には強大な敵もない。しかし伊達の地わしの夢で皆の思いがあれば必ずや思いは叶える。馬三平さんがおっしゃる通り、夢の力10万いや100万の兵にもまさに力となります。その通り、我こそは森の都を築きし仙台藩初代藩主伊達藤次郎政宗である。
ニートや千代と限らし仙台の松この仙台藩の繁栄は今宵のうち獅子孫孫に至るまで末広がりに続くことを願うておるぞ。はぁ緑豊かなる森の都わしが居城に宿るし仙台伊達魂は生きておる。いつの世にもこうして生きておるのじゃ。我ら奥州仙台おもてなし師団伊達武将隊共に参れ仙台宮城徳姫ですが、本日はこれだけでは終わらないのです。ここにお集まりの皆々様がさらに笑顔になるべく皆様と一緒に黒市ニコニコ体操を踊りたいと思います。ありがとうございます。一部から拍手が。ちなみに知ってるよという方は知ってますか？はい、方が多いですけど迫力ないでございまするね。とってもとっても簡単に踊る体操でございますので皆様我らを見て一緒に踊ってみてくださいませ。ということで変わりました。そうなんです。このくのいちニコニコ体操はですね、仙台宮城にもっともっと笑顔を広めようと我らが考案したものでございまする。やはりお子様が笑顔になると大人の方も笑顔になりますよね。今日は小さいお子様もたくさんいらっしゃいますので皆さん一緒に元気よく踊りましょう。ということでその場に皆様立てますかね。一緒に踊ってくださいませ。海の上、ここで皆様に立っていただくと後ろの方が見えなくなります。後ろのお子様だけ例えばお立ちになっていただくとか前に来ていただくとか一番。小さいお子さんいらっしゃる場合はどうぞ前の方にお越しくださいませ。ここでございますね。一緒に我らと一緒に踊りましょう。当たる恥ずかしがらずに恥ずかしがってますね。皆さんよろく一緒に踊ってくれそうな人何人か呼んでこようか。かしこまりました。一緒にぜひぜひ我らと一緒に楽しく体操を。じゃあここで踊りましょう。そしたらね、そしたら分かるか。立って踊るのは厳しいんだよ。もうね、乗ってくださるだけでも全然よろしい。さようでございます。では一緒に結構、もうなんなら手拍子でも結構です。一緒に元気よく笑顔で踊ってみてくださいませ。それでは皆さん心の準備はよろしいでしょうか。では早速親方様よろしいでしょうか。うん、参ります。それではミュージックスタート。今日はここにお集まりの皆々様で元気よく踊ってみたいと思います。初めて見るよという方も手拍子でも何でもこれだけでもなんなら結構でございますよ。一緒に元気よく笑顔になってくださいませ。まずは一番エイヤーのところエイヤーとっとと海が反対エイヤーとっとと海が魚釣り魚お出かけ
ちょっと動いてください。すみません。練習がなりますね。ありがとうございます。ではここからはですね、せっかく名古屋まで来ましたので、我ら仙台宮城のいいところを少しご紹介したいなーなんて思います。どうぞ皆さんお付き合いくださいませ。題して仙台宮城春の伊達田観光名所。昨日お彼岸を明けまして、いよいよ春が近づいてまいりましたね。名古屋と仙台ではだいぶ春が来る順番が違うと思います。順番というか速さが違うと思いますが、皆さんそろそろ桜が恋しくなったんじゃないでしょうか。確か高知と熊本では開花宣言をしたそうですが、はい、名古屋だといつ頃なんですか。毎年4月頭ぐらいですか。仙台だとどうなんだ。海仙台ですと大体開花が始まるのが中旬、4月の中旬、そして見頃になるのが4月の下旬頃でございまする。そうですね。だから名古屋で花を見て、そして1週間2週間後に仙台でまた行って見ていただくという、その先であるゴールデンウィークの時ちょうどいいな。さようでございますね。というわけで、ただいまより武将の皆様にこのおすすめの花見の場所。聞いてないみたいな申し訳ございません。申し訳ございません。しかしながら政宗様ももう400年以上、仙台の町にいらっしゃいましたから、寝ておったけどな。はい、ぜひお聞きしたいと思います。じゃまず政宗様からでよろしいでしょうか。じゃあまずわしらのことを前から知っていたよという人、今日どれほどいるかな。はーい、おー、半分ぐらい、半分ぐらいの方で。では仙台に来たことがあるよという人。はい、おー、その半分。仙台知らないよという人。仙台どこにあるか知らない人。仙台どこだと思います。奥州仙台同じだしだ。仙台知ってるっていう人。はーい、ほら半端じゃん。仙台という町はですね、宮城県にあります。で宮城県というのは東北地方にあります。東北地方の太平洋側の南の方ですね。こんな感じでどうでしょうか。わかりますか皆さん場所。子供は小学校に入って社会の勉強して覚えなさい。名古屋よりもずっと北です。まだ今朝なんか雪も降ったしな。はい、降ってました。そろそろ花見療法を皆さん様ぜひお願いいたします。わしの後ろは仙台城という名前じゃ。山の上にある名古屋城は街中にガーンとあるだろう。わしの後ろは山の上に作った、標高は113メートルくらい。はい、この下をな、お堀代わりに広瀬川という太い川が流れている。そこの脇に、ほとりに西公園という公園があるんだ。仙台の街中から少し西側にあるから西公園、わかりやすいじゃろう。その西公園、春になると桜が咲き乱れて、素晴らしいです、ね、毎日、これはもう人の場所取りがございますね。あそこにいるんじゃない、はい、あそこにはわしのお嫁さんのめご姫、めご姫の名前を出しためご姫桜という素晴らしい桜になる。わしの一番のおすすめは夜桜見物。夜桜見物、春に暖かくなってきた頃にみんなで集まって桜の下に夜ござを引いて一緒にお話をしながら花見を楽しむ。いいですなぁ。どうじゃ仙台一番。ただわしさっきからくのいちニコニコ体操をやったせいか喉がカラカラなんです。カラカラなんです。あまりわしに言ってもいいことないはありません。ぜひ聞きたいですな。わしのおすすめでございますか。はい、のよろくや、わしのおすすめはやっぱりわしは宮城のさらに仙台をさらに南の方に行って、はい、宮城の南部にある白石城という、白石城、その白石城の近くにも綺麗な桜があるんじゃな。さようでございますね。見たであろう。はい、400本の桜が白石城には咲き乱れております。白石城の、天守閣三階櫓というんです、大櫓でございますね。そちらを背景に桜を楽しむともう格別だと思いますよ。ということでございますね。そう、その通り、以上だ。小次郎とかもすごいもんね。ではぜひ仙台に来て桜を見ていただいた後、仙台市内にある温泉で新宿
していくので、お願いいたします。温泉行く前には必ず仙台城によってわしらと一緒に体操して汗かいてから温泉に行くように仕方を頼む。いい汗かいて、いい温泉で、そしていいお酒で仙台土産を堪能していただければと思います。酒ばっかりじゃない夜桜といえばお酒ですよね。あれ、あでも昨年は地震の影響で自粛ということが多かったですが、今年は皆さん本当に楽しんで春を満喫していただきたいと思います。今は東北観光博というものが開かれておるな。東北6県これから1年かけていろんな催しを順々に順番にとめどなくもざーっと一気に戻ってきて1年かけて皆を楽しませようと頑張っておるで。これから春そして夏冬来年の冬にかけてまでの見どころはたくさんある。詳しいことは東北観光博のホームページをチェックじゃ。ありがとうございます。というわけで仙台土産伊達な春の観光名所でした。ありがとうございます。すいません、小次郎、わし小次郎より、ちょっとだけお知らせをさせていただいてもいいかの、実はわしら、3月の28日、29日、30日と、伊達の宴なる公演をやるんじゃな。これは仙台一番町 TIC ビルというところのライブホール、連鎖のおかげして、わしらがこの3日間で、昼、夜、計6回かな、この3日間で5回の公演をいたす予定にございます。もしよろしければこちらの方もぜひお越しくださいませ。わしら日々魂を削って稽古に励んでおりますゆえ、皆様のお越しをものすごい待っておる。本当に来てくれ。昨日も夜中までやったもんです。もう絶対取りましたな。だからわしも名しばさです。名しばさの元カラカラでございます。では今度はカラカラの小次郎様にさらにご覧ください。勝ち取って景気はあるどうですか。さらに僕のところにの声をね、出していただいて、えいえいおーと、おしら、ぜひぜひ。あ、親方様、勝時を上げる前にカメラをお構えのお客様いらっしゃいますので、まずはお写真を撮ってからでいかがでございましょうか。では、どうしたのか。後ろの方にもカメラ持ってる方たくさんあるが、わしら、ちゃんと映る。ちっちゃくてこんなになったりせんか。大丈夫、大丈夫ですかね。ありがとうございます。それではちょっと順々に皆さん行ってみようか。上、奥、手前と、上、奥、手前ですね。まずはじゃあ上のお客様カメラ構えてくださいませ。ではいつもの掛け声で、せーの、ずんだ餅。笑いが起こりましたな。嬉しいですな。この中にまだずんだ餅を食べたことがないという、30分ぐらい説教です。はい、上のお客様大丈夫でしたか。はい、ありがとうございます。それでは親子様、奥のお客様にずんだ餅をお届けいたしましょう。せーの、ずんだ餅。邪魔をしているかと。OK ということで、それでは手前のお客様お待たせいたしました。参りましょう。せーの、ずんだ餅。ご主人はわしらあんまり顔下げるの後ろの人がだからといって目線だけやると見下す感じになる。難しいです。私下の方がもう高くなっているから。それであれば、次はこちらで2時半、はい、2時半からこちらでもまた、演舞をさせていただきますので、その時は兜を外し、烏帽子姿で。それでは最後に、ふわみはよう集ってくれた。これからますます皆が元気になるように健勝を祈り、そしてこのヒルズウォーク500周年500日です。
500日祭でございます。500年前の私たちより長いですか。ありましたっけそんな昔に。失礼。500日を祝い、皆で伊達の勝ち時をあげる。青城、我らの勝ち時はえいえいおうおうさんずでござる。皆様方も右の手を大きく上げ、一緒によろしくお願いいたす。安全のお客様もご一緒に。皆で研究して、いざ、うい。